よいしょ。ということで、うかつに石破茂とか野党政権を日本の農家が選んだら、本当にうかつなことが起きる。農家にとって、うわ、しまった、うかつなことしてもうたっていうような結果になる確率はもちろん高い。でも、かけてみようって思う農家もいるでしょうけど、農家以外もその賭けに付き合わされる。でもね、考えてみて、もっともっと大事な話、それは国民性の話ね。例えば、令和新選組の若者たちが、実は維新の方が思わへん。なんだかって維新って結構不良地主が多いんだよ。まあ不良再建地主とも言えるけど、人格もまあそういう置いといて、ライオンズ系の貧困地主が多いんだよ。維新。さて、まあそれ置いとこうよ。面白いテーマっぽいでしょ。ロータリー系の町の社長たちじゃないよっていうね。町工場とかじゃないよっていうね。で、まあ農家に関しては、その、ライアンズもロータリーもないでしょうけど、まあよくは知らないけど、まあ両方入ってると思うんですよ、農家やったらね。例えば、どういうシステムなんだろう。うち自民党員やけどね、ボーイスカウトにも、入ってないんだ。CISV もボーイスカウトっぽいかもしれないけど、国際組織やったな、ね。あ、まあボーイスカウトもそうなんだ。まあ、置いとるとか、置いとるとか、ややこしいから、非常に。うちはそのと CISV 系って言うしかないやん、そこな。さてさて、それを置いといて、令和、新選組の人たち、うーわって、農家ずるいって思うやろな、東京市民は。東京市民ですか、東京都民は。土地持ってるなんてずるいよって。そんなんやったら何でもうまくいくじゃない、なんでやねん。農家やれよって。土地持ったら。いや、それはいらねえんだ。じゃあ農地と他の土地は全然法律が違うの。農業しかできへんの、農地って。農家って農業しかできへんのよ、実は。知らんかったんかよ。だから日本の農地って買いにくいのよね。それぐらい日本の農家ってのはめっちゃ厳重に守られてんの。農家のためにか知らん。農家以外のためにかかもな。でも農家もそれによって守られてる。めっちゃ守ってんの、農家を。うちらわしらがみたいな。武士が、次男三男、長男は庄屋、旧甲府みたいに守ってる。これ説明でわかるよ。じゃあ農家やりますかって、うえ、もう、うえってやったって、自然自然だ、おかね。産経仕事、三つのきついとかやったかな。あ、きつい汚い。クソくらいやった気がするだなって。な、嫌がってるやろ、そういう工場労働。じゃあ農家の労働もできるわけないやん。なんでで、ね、空気うめえんだろうって、ずっと吸っとくんか、農業船と。誰か耕してくれて、そういう社長じゃないねんってば。な、じゃあ金がいいやん、そんな。だから農地売ってたな、売るな、こら。意味ないやろ。だってそんな簡単に農家の後継者になられへんねん、実は。後継者ならな、農家になられへん、農家の。農家の後継者として認められるの農家のあたりに、それを脅してだなと。いや、それ民主党を使ってるな。令和と民主党で政権取って、そこを脅すとは何でそれ。農家、あきれてる、この話聞いたら。ああ、なんでこの若者どもって何ねん。そりゃそうやん。そういうとこ厳しいねんから、めっちゃ。見る目のな、違いっていうのはな、そのどこを厳しく見てるかの違いやからな、きれいって。結局、その、じゃあ、農家と、会ったことある皆さんっていうか、その、令和新選組の東京都民の皆さん。農家のそばに座ったことある？ああ、あるよ。バイクで行ったとき。ちゅうか、もう、農地では、なんか、働いてたから。十分とか。地主やで、そんから。なんだ、だから今の説明でわからんか工作地主。労働地主やね。ああ、ナイス。何がないっすよ。ああ、一緒に座っておむすびもらったよ。おむすびが欲しいんだな、ツーリングか。それはええけど、トウモロコシ鍋で食べたぜ。ああ、家に上がらせてもらった。素敵だな、日本家屋。住みてえな。掃除しろじゃ。自分の家ぐらい。今、なお。今はなお。トラベルとして。エアコンなくても涼しいんだな。うちもエアコンないわ。日本買うとかよー。な。
日本一暑いって噂される立場よ。本当は大阪の、これ内緒だからね。大阪の百葉箱って涼しい場所も置いたんで、多治見の百葉箱ってな、多治見一暑い場所になぜか置いたんで、どういうこと大変として。まあ大差ないって言うとか最近。ね。去年大阪のが涼しく、大阪の方が暑く感じた。こっちの方がまだ涼しいなって。今年は同じぐらいかなって気がする。でね、結局、その、それはまあ農家が集まる集会というか、まあ、喫茶店とか行ってみたらいいのと、あとまあ、フリーチじゃん。日曜市の、あ、フリーマーケット。農産物売ったりしてあるの。農家が直接来て。そのそばにずっとおってみ。店番しとってみ。店番とか一緒におってみ。かゆくなるよ。そうやねん。虫が大変ですよ。農家は。農産物、土が入ってる食事。土から入ってくるの。虫大好き。でしょ、そういったの。農家やめて。なんでね、農家やろうぜ。ちょっと、農薬巻きはいいじゃん。ほら、どうやろ、シェフ。あれだ、お前ら農薬のこと批判してんだ。自分が。もういいんだ、俺ら。SOS